こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。高めのツインをしました。今日は公演ありがとうございました。高めツインしてみたよ。どう？どう？あれ思い出しますね。12月のクリスマスコンサートの時にこれぐらいのツインをしましたね。うん。そう、たまたまね、美咲と彩香もねツインしてて、たまたま一緒でした。別に揃えたわけじゃないんですよ。そうだから弥生だけ違うったんですけど、うね、2日間連続公演久しぶりでした。全然やってない。なんか研究生の頃とかはめっちゃしてたんですけど、4日連続とかで出てたりとかしたんですけど、そう、全然最近2日連続とかなかったからね、どう大丈夫かなって思ってたんですけど、大丈夫でした全然いけましたね。なんか N に出たら首のね、後ろとね、背中がめっちゃ痛くなるんですよ。やっぱ公演ごとに使うところが違うんよな。 B2 に出たらなんかジャンプする曲が多いからめっちゃ膝とか足が痛くなるんですけど、めっちゃ筋肉痛なんですよね、背中と首の後ろが。だってこれもありますよね、ジンクスそう、筋肉痛です。M に出たらなんか腰が痛くなるって言ってますね。なんか女性らしい振りが多いから、セクシーな曲とかだから腰をよく使うらしいです。だからまたいでる子とかめっちゃ言いますね。いろんなそういうね、公演ごとにやっぱあるんですよね、カラーが。そう、結構空きますよね。次 B2 いつだっけ、怖くね、1日とかかな。そう、次27日にその間に N に、ね、また出させてもらうので楽しみです。ミヒナの生誕祭ですそう、ミヒナの生誕祭嬉しいですね。同期の生誕祭にチーム違うからなかなか、ね、出れないんですけど、やったやった。そう、まこちっひですよ、その日は。へっへっへそう、あ、申し込んでくれたんですね、うん、うん、そうです。お越しくださる人はぜひ楽しみにしててください。昨日も楽しかったですね。 N そう、ユニバに行ってきたんですよ、この前。この前、おとつい、昨日おとついジシさんとユニバに行ってきました。イエーイ。マリオとね、ルイージになりました。そうです、楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。
久々だったんですよ私もユニバ、年パスがもうない切れたのでね。そう千尋につねられました、つねられましたよ。そう千尋とまこうじです。ハリドリをね乗ったんですよ。ハリドリにそう絶叫がお好きなのを知ってたんですよ私は。で絶対乗らされるよなって思って心を構えていったらね、やっぱり乗らされましたね。でこう並んでる時からもうみたいな感じだったんですけど、そういつも登るところから前乗ったんですよ、ハリドリの前で。こう登っていく時にもう絶望するじゃないですか。まず、まあ、絶叫好きな方いたら多分分からないと思うんですけど、私のこの一緒のね感覚を持ってる方は分かると思うんですけど、そうでも登っていく時に終わったとか言いながら隣でねめっちゃ笑ってるんですよ、ゲラゲラ。そう登ってくときでも空がもう見えてくるじゃないですか、上に登っていくときに、うわーとか思って、でも見れないから怖いから、そうだから小さな腕をもうねこうあるじゃないですか、腕をそしてこうやって持ってこうやってうわーって乗ってました。だから何も見ずに終わりました。まだあんのみたいな、まだもうまだなみたいな、そうです。ずっとねしがみついてました。おもろいって言ってましたね隣で。そうです、大阪ラバーを流しました。何のここに来てたってやっぱ大阪ラバーですよね。そうそう。この瞬間を見てほしいってずっと言ってはりました、私がビビってる様子。多分想像以上にね、皆さんが想像つかないぐらいにビビってます並んでる時から。そう、浮遊感が無理なんですよ。なんかフライングダイナソーはいけるんです、だからなんて言うんですか、フライングダイナソーはこうじゃないですか、このなんて言うの、なんて言うんですか、あれはガシッてあるやつあるじゃないですか、がこういうタイプなんですよ。だから全部をこうガンってやられるからされるがままなんですけど、ハリドリはここなんですよ、ここ半身しか固定されないから上半身がね浮くんですよ、だから余計浮遊感がね強いんですよね。もう嫌です。久々に乗りました、6年ぶりとかですね多分。怖いですね本当。怖かったです、久々でしたよハリドリ。ジョーズも乗りましたね。ジョーズ乗ったら橋だったんですよ。でね、チッさんをね橋にしました。そう、走ってくださいって言って橋にしたらずぶ濡れでしたね。楽しかった。でなんか出てそのユニバに、ユニバから出てちょっとお腹すいたからカフェに入ったんですよね。でそこでなんかで QR コードを取ったら抽選でこう1等から5等までで当たるかもしれないみたいなやつがあって、それをねやったんですよ。そしたら2人とも3等でなんかジュースプレゼントみたいな、だって店員さんにねめっちゃ驚かれました。1日で1人2人しか出ないらしいんですってお店で、だけど一気に2人とも同じ3等でそのジュース出したからめっちゃ驚いてました。こんなん初めてですって言って、すごいですねって言って、運いいですねって言われて、 そういうなんていうの、抽選とかで当たったことがなかったから今まで、私びっくりしました。千尋さんはね結構甲子園とかでもスピードくじとかあるじゃないですか、あれでも結構ね当ててらっしゃるので、そう持ってはるなーって思ってたんですけど、まさか私も当たるとは
びっくりです。めっちゃ甘かったですココナッツジュースそう持ってる持ってますねってめっちゃ驚かれました店員さんに確かにちいさんといると脅威になるのかもしれないね最近私じゃんけん強いです。でもなんかあのメイクのね公演とかでメイクの順番をこう先輩から先なんですけど同期でこう被ってたりとかするとどっちが先行くみたいな感じでみんな先に終わらしたいからじゃんけんするんですよ。でそのじゃんけんに結構最近勝ち続けてますね。この前彩香にも勝ったし美咲にも勝ったし今日は弥生にも勝ったんで3連勝してますね。今3立てですそういいですね。運がいいということはやっぱそうです。運貯めていかないとですね。一日一善やっていきましょうそうそう最強の動体視力やって読んでるんやろおもろ最初はグーじゃんけんほいみたいな。すごいな。そんな能力持ってたら困らないですね。後の方が崩れない。そんなに変わらないですね。でもなんかメイクが一番最後だとやっぱバタバタしちゃうんですよね。オールアップの時間にやばいって急いじゃってちょっと前髪とかうまくなできなかったりとかするんで焦りたくないからみんな先に行きたがりますね。そうです。じゃんけんそうゆうみさんがね卒業発表されてたんで、まあ、あと何回一緒にね出れるかわかんないんでね噛み締めて出たいと思います。毎回昨日も楽しかったですね。ずっとずっととか一緒だったんですよ歌割りが。だからねハイタッチしたりとか してましたゆうみさん面白いですよね。本当に優しいですめっちゃ。昨日は舞さん衣装だったんですよ。だからアンコールがちょっと違った方気づきましたかね。気づきましたか。一番最初に出た時はアナノンさんの衣装ちょっとなんていうのチュール素材のスカートっぽいそうアンコールのズボンだったんですけど2回目出た時がカリンさんの膝のとこだけがちょっと空いてるデニムで昨日は舞さんのだったんですよ。キュロットみたいなですそう N はそうですね奇跡がね難しいのでね毎回出るたびにね振り起こししてますめっちゃ難しいんですよあれ。自分を男性アイドルだと思って踊りなってゆいなさんにね教えてもらったのでかっこよくできるようにね頑張ってますけどなんかかっこいい曲が結構好きなんで楽しいですね。やってて B2 結構少ないんでかっこいい曲とかが明るい曲がいっぱいなので、ね、そうジンクスなんていうのまた違う難しさがあります。ジンクスは本当にダンススキルって感じ。アイソレとかすごいんですけど奇跡はめっちゃ振りがね多かったりとか早いし結構難しいんですね。また違う感じの難しさ。そうです。10クロ良かった。あ、良かったです。ありがとうございます。嬉しい。今回のチーム新曲あ、ヘドバンタイムですか。ヘドバンタイムはめっちゃガヤで私の声が聞こえると思います聞いてみてください。さあさあさあ真っ白になるまでのとこを歌ってたと思います多分B2 の水の中一番強い。確かに私がねご了承しましたヘドバンタイムいい曲。10クロ良かったって言われる。やったイエーイ。
前のゴルフの話、そう YouTube だったんです。そうです、24日かなに放送されますので、ぜひ見てください。上から下まで揃えたらめっちゃ高かったんですよ、ゴルフウェア。すごいね、やっぱりすごい富裕層の方がやるスポーツなのかなって思ってましたね。やばい、読まないと。ちょっとじゃあランキング読みます。急げ急げ。13位純也さん、ありがとうございます。12位井口さん、ありがとうございます。11位リーさん、ありがとうございます。10位ソラさん、ありがとうございます。9位カルちゃんさん、ありがとうございます。8位ミノルさん、ありがとうございます。7位トミーさん、ありがとうございます。6位チキンナンバさん、ありがとうございます。5位ハイドさん、ありがとうございます。4位レモン78さん、ありがとうございます。3位しおちさん、ありがとうございます。2位さきしおさん、ありがとうございます。1位ギャオスケさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。2日間とも見てくださった方も、次は27日お待ちしておりますね。31日も更新イベントがあるので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。バイバーイ。熟良かったって言われる、やった、この前のゴルフの話、そう YouTube だったんです。そうです、24日かなに放送されますので、ぜひ見てください。上から下まで揃えたらめっちゃ高かったんですよ、ゴルフウェア。すごいね、やっぱりすごい富裕層の方がやるスポーツなのかなって思ってましたね。やばい、読まないと。ちょっとじゃあランキング読みます。急げ急げ。13位純也さん、ありがとうございます。12位井口さん、ありがとうございます。11位リーさん、ありがとうございます。10位ソラさん、ありがとうございます。9位カルちゃんさん、ありがとうございます。8位ミノルさん、ありがとうございます。7位トミーさん、ありがとうございます。6位チキンナンバさん、ありがとうございます。5位ハイドさん、ありがとうございます。4位レモン78さん、ありがとうございます。3位しおちさん、ありがとうございます。2位さきしおさん、ありがとうございます。1位ギャオスケさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。2日間とも見てくださった方も、次は27日お待ちしておりますね。31日も更新イベントがあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。